こんにちは、着物沼の地蔵です。今回は着物のお話ではなく、今日着物も着てますけれども、私の大好きな90年代ファッションの話のシリーズをやろうと思います。今回はじゃん、こちらの私が、90年代小学生高学年ぐらいから、高校1年生ぐらいまでの間大好きだった MC シスターという今は亡き雑誌ですが、こちらのお話をしていこうかと思います。あんまりというか着物の話はしませんので、ただ今日の着物コーデということで、90年代っぽく、90年代って言っても、まあこの MC シスターは本当にベーシックなおしゃれの本だったので、今日の私の格好はどっちかっていうとそれよりももうちょっと後の、フルーツっぽい感じではあるんですが、ちょっとまあそんな90年代って60年代70年代レトロが流行っていたのと、あとメイクが今と違うっていうのが、今も90年代ファッションがちょっとずつ流行りだしてるとは思うんですが、今とのリバイバル90年代と違うのってリアル90年代の差ってメイクだと思うんですね。でメイクもちょっと90年代風に、私普段アイライン引くんですが、アイラインを引かずもうマスカラで目力をこう出して細眉、この90年代のメイクの基本、オレンジページなんですが、なんでオレンジページのメイクの基本っていう本を私が買ったかって、シスターのモデルさんが出てたんですよ、この美和子さんとか。でそれで可愛いなと思って、まあ、その頃からメイクは興味があったので、こういうイメージですね。これも本当に90年代っぽいというか、私二重ではないので奥二重なので、このメイクをすごい参考にした覚えがあります。眉毛もこうきっと鋭角で、細めでマスカラで目力を出して、アイシャドウもそんなに濃くはなくて明るめの色で、意外とブルー系とか使ってたりします。それが90年代メイクで、MC シスターの話に戻るんですが、ちょっとねすごい好きで買ってたんですけど、やっぱり捨ててしまってたので、メルカリで最近またちょっと読み直したくて購入しましたなんかもうね、やっぱ雑誌いいですよね。こういう広告とかも、ユキちゃんですよ、ジュディマリのヌーブですね。ヌーブも流行りましたね。この、 広告もめちゃめちゃ可愛い。このメイクもまさにそんな感じですね。目元はちょっと明るめのカラフルな色使ってて、眉毛細めのマスカラで目力、アイラインはそんな引いてない感じで、唇はヌーディー、グロス全盛なので口紅を塗るっていう選択肢があまりなかったのが90年代かなと思います。MC シスターなんですが、本当にね今見ても古くないというか、ベーシックなおしゃれっていうのがなんていうかテーマな雑誌だったので、なんでしょうね、シスターっぽい感じっていうと、こちら、今だと本当ユニクロかって思われちゃうかもしれないんですが、こういう本当にトラッと基本的な感じのファッション、このボーダーシャツ、多分セントジェームス、セントジェームスですね、やっぱりセントジェームスのボーダーと、本当にベーシックなシャツ、ダッフルコート、ピーコート、ダウンジャケットも気分ですね。あとはねタートルネックですよ、90年代タートルネックで、こんな感じで本当に学生らしいおしゃれをこの雑誌はテーマにしてたので、
今見ても古臭くはない感じのシンプルなおしゃれです。このわらび履いてちょっとクシュクシュの靴下とか、あと私が中学生の時にめちゃめちゃ欲しかったエルベシャプリエのバッグ、トートバッグとリュックも欲しかったんですよね。すごい、あの偽物のこういう感じの安いのを中学生だったので持ってましたMC 自体に乗ってたドゥファミリーとかね、ブランドだと。でもまあもちろん手が出ないので、あの似てる感じのものを近所でスズタンとかで買ってましたね。なんか今だったら安い服ってハニーズとかかなと思うんですけど、ハニーズとかなんだっけ、ウィーゴーとか、でも当時はスズタンですね。90年代はスズタン、90年代女子はスズタンに行ってたみんなそうそうそう。で雑誌をこう読み返してたら、その90年代このリアルタイムの時に何がこうおしゃれの参考にしてたかみたいなことも書いてあって、そのリバイバルブームだったので、60年代70年代ファッションの年表とか、まあ、50年代から振り返って書いてあるんですけど、もうこれを私はすごい読んだ覚えがあります。でこの60年代70年代ファッションがやっぱり可愛いなと、ツイッキーのミニスカートの感じとか、あとはまあここでも取り上げてるヒッピーとか、でこの影響が私はすごい濃いです。なのでこれも当時90年代に買った、いろは堂で買ったサングラスなんですが、いろは堂覚えてますでしょうか。原宿竹下通り入ったところに奥の方にある雑貨屋さんでした今ねもうなくなっちゃってて、この間行ったらなんか観光客向けのこうお店になってましたね。残念です、非常に90年代雑貨屋さんもいろは堂もそうだし、文化屋雑貨店とか大中とか、宇宙百貨はかろうじて今もあるのかな。なんかねその辺が今行きたいなと思います。あのキッチュな雑貨、安くて可愛い雑貨たちを眺めたい。で MC シスター何が良かったかって、まあ、ファッションももちろんすごい今見ても可愛いシンプルおしゃれな感じなんですけど、なんていうか本当学生が着るのにちょうどいいというか、派手すぎず、あ雑誌ね、この PJ ラピスの広告のひなのちゃんとかめっちゃかわいい、そこのページとかすごい印象がありました。ちょっとやっぱり60年代テイストですね、未来っぽい感じのこの辺も、やっぱりボーダーとかね、本当にベーシックなおしゃれを、サイドゴアブーツもすごい欲しかった小学校の時、うちの母がまあ私割と若い時22ぐらいの時の子なので、当時多分30ぐらいだったと思うんですけど、おばあちゃん家行くと、実家にまあ帰省すると母が多分暇だったんでしょうね。なぜか MC シスターをよく買ってて、それをその夏休みとか行った後に母が買ったものを私がずっとしつこく熟読するっていう感じでそうそう、96年、7年、98年の雑誌が今手元に3冊あるんですが、ちょうど、中2、中3、高1ぐらいの頃です。でこの表紙にもいるアリサちゃんがめちゃめちゃ可愛くて私は大好きでした。このあめっちゃ可愛い可愛いな。そう、以前にも一回ちょっと見たくなっ
て買ったことがあったんですけど、買ったんですけど、ちょっとその時買ったやつが私一回洪水に遭いまして、ちょっとね古い雑誌取っといたやつが結構全滅しちゃって、 MC シスターもその時その辺も買い直したんだけど、買った MC シスターも水没しちゃって、やっぱり紙物はね水没しちゃうと復元できないので、泣く泣く捨ててしまったんですが、 MC シスターとかオリーブとか、あとね高校高3後半ぐらいからは、オーリーガールズをよく見てたので、その当時のオーリーガールズも撮ってあったんですけど、あれがねなくなっちゃったのがすごい残念で、今中古で探してるんですけど、オーリーガールズないんですよね。あんまり人気なかったのかな、持ってる人がもう少ないのか。もうこのねサテンシャツも90年代な感じがめちゃめちゃします。この感じ、ロングバケーションなんか改めて見返すと、あドラマですね、ロングバケーション見るとりょうさんとかがこういうサテンのシャツ着てますね、うん、MC シスターはこのまあファッションページももちろんなんですが、モノクロのページがすごいサブカル感が結構あって、こっちの紹介されてる、CD とか映画とかがかなりサブカル寄りで、あこれもウーアが載ってますね、ウーアとかボニーピンク、ハイローズ、真心ブラザーズ、ソニックユース、なんかねこのモノクロページも今見てもあーなんか時代だし、こうなんていうか流行りよりちょっとずれた感じというか、本当にサブカルっぽさが私は好きだったんだなと思って、こういうファッションスナップも当時の雑誌は多かったと思います。今見てもねでも可愛いんですよね、ちょっとこういうレトロっぽいワンピースを合わせたりとか、そう MC シスターはそのいいものを買って長く着るとか、あとはその安いものでチープシックっていうのをすごい推してて、安いものの中から可愛いものを見つけるっていうのをすごい紙面で推してたので、なんだろうな、おばちゃん用品店に行ってそこから可愛いものを見つけてくる企画とか、あとなんかワークマンみたいなところに行って安全靴がこうゴロッとした靴が、つま先がこう丸くてつるっとしてるごつい靴も流行ってたので、その流行り物をワークマンに行けばその安全靴が使えるみたいな企画とか、そのあとはこうおばあちゃんとかお母さんのお古から可愛いもの、ちょうどその、まあ、90年代の流行り、60年代70年代は、まあ、そのシスター読んでる読者世代の親世代の流行りなので、お母さん の古い服を着てみようとか、意外とそういう企画もあったので、私はそれを真に受けて物置をすごい漁って古いコートを着たりとかいろいろしてました。そう本当に私の大元となってるのが MC シスターです。今でも買おうと思えば、まあ、メルカリ、ヤフオクなんかで見かけることもあると思うので、90年代の MC シスターぜひぜひ面白いので読んでみてください。こんな感じで今回は本当にざっくりですが、 MC シスターと90年代ファッションのお話でした。ご視聴ありがとうございますまた